真一番いいよね。一番いい。一番自分らの声が多いんでしょ。え、それはいいわ。ここ降ろされた場所。ビーチ。降ろされた場所。降りたらアイジンだ。降りたらビーチだったの。すごいね。だけじゃん。すごい。すごい。え、ちょっと遊びました、これ。ずっと自分しか撮ってない。こういう景色が見たい。景色が。撮りましたよ、撮りました。これもういい。これもし待ち時間。ずっと待ってた。ほら、自分撮りしよう。ウケる、ウケる、これ面白い。時間落ちる。おい、かゆみ。これ何？あ、これはあのご飯屋さん。話しの邪魔になってるもんね。日本で撮っても変わんないやろ。あ、ね、これご飯、ご飯。登りの時、ああ山ね、ダイヤモンドヘッドね。ここまでにめっちゃ時間かかるでしょこれ。はい、これ頂上、超綺麗じゃないですか。頂上すごい、すごいじゃん、すごいじゃん、すごいね。ね、そんな何大変なのこれ。すごい大変。え、みたい。どれくらいの時間？一時間ぐらいかかった。超綺麗なんですよ。綺麗だね。綺麗だよね。これね、雨が降ってきたけどカメラ見れんで。雨ね、今回多かったね今日ね。そうなんですよ。最後の日だからよかったよね。すごい辛かったもんね。びしょ濡れやね。びしょ濡れ。そう、あっち降ってないかなとかってここから見てさ、あの山見て、今どの辺だろう。あー、そっか、すごい。頂上で。へぇー。すごい。楽しかった？楽しかった。達成感があったよね、なんか。これの名前入りもらったんですよ。いいね。名前入りもらったんですけど、2人。よかったじゃん、じゃん。藤本さんの電話なかったら多分バスにも乗れてないし、場所もわからないんだよね、行かないかもしれない。ここはタンタラス？タンタラス。タンタラス。最初に何でしたっけ？ここ何でしたっけ？ショッピングセンターじゃない？ここマリーナ。横アリーナかなんかよくわからない。ずっと横アリーナ。リーナだよ。それ日本だよ。覚えられなくてずっとね、全く知らない。バスの人にも横アリーナとか言ってたもんね。ここ。でも予想通りだよね。ここかここでしょ？危ないの。だね。だからびっくりなんですよ、うちらより遅れてるチームがいたり。そう、これ絶対止めたと思います。本当は本当は。いや、こっちの二人なんか焦る二人じゃん、どうしようって。これ絶対焦らないもんね。すごい掛け声食べたもんね、最後最後。うわーって焦ってんだ。私が行く前の頑張ろうっていう水分補給と、頑張った後の頑張ったねっていう水分補給。お金足りてないのにね。そう、でも掛け声は買ったんですよ、まだ。そう、ちょっと帰ってない、戻ってこれてないから。